はい、じゃあというわけでね、まあね、今回ね、円の接線の方程式、また証明シリーズその2というわけなんですが、まあ、今回はね、今までは原点中心の円、上の点に乗っかってる円の接線の方程式ピャってね、頑張って求めて証明したわけなんですが、じゃあ今回はさらに一般化して、じゃあね、じゃあ原点どこでもいいか、ね、中心以外の点、ね、中心、ね、例えば中心 AB で半径 R の、まあ、円を考えましょうと。で、じゃあその上に乗っかってる点 P、こいつね、こいつ点 P なんですが、じゃあこいつを通る、じゃあ接線、じゃあの方程式って、じゃあどういう風に書けるのかねっていうことについて、まあちょっとお話ししていきたいなと思います。で、結論から言うと、まあ、こんな風に書けます。はい。で、こういう風に書けます。実は、あれだって、原点中心とする円の、まあ、接線の方程式と、まあ、形はそんなに変わってないんですよね。まあ、だけど、まあ、ね、例によって、ここは、CD だ。例によって、もちろん、ね、この CD っていうのは、ね、円の上に乗っかってるから、この条件満たさないとダメだよっていうのは、まあ、忘れないでください。で、まあ、早速証明に入りたいと思うんですが、ね、まあ、前回やったベクトル使った証明を、ね、やれば、まあ、原点ね、中心が原点に限らず、どんな点でも、まあ、ベクトル使えば、これ、まあ、出せるっちゃ出せるんですよ。ね。まあ、なんですが、まあ、同じことやるの、まあ、つまんないなって思うんで、じゃあね、じゃあこの前回示した、まあ、これ、原点を中心とする円の接線の方程式を、じゃあちょっと利用して、ね、じゃあ、これ、じゃあ原点以外を中心とする円の接線の方程式を、じゃあ証明できないのかなっていうのを、じゃあちょっと考えてみたいなと思います。じゃあ早速証明に行きたいと思いますが、じゃあまず、ちょっといきなりなんですが、ちょっと、ね、ちょっとラージ X、ラージ Y を、まあこういう風に置きたいなと思います。ね、ラージ X、ね、ラージ Y は、まあ、と置くと、と、で、ね、まあこういう風に置いたのは、まあまあ、一応理由がありまして、じゃあちょっと、こっちの方に、いいですかね。で、なんでね、わざわざこんな風にやったのかって言ったら、ね、こいつら、ね、なんか、中身がさ、x-a の事情っていう風に、まあちょっとなんか、めんどくさい形してるじゃないですか。やっぱり、この接線の方程式、前回示したやつっていうのは、原点を中心とする、ね、円の、方程式に着目したお話なので、ね、じゃあこれをね、ひとまとめにおいて、まあ、大きく、まあ、ラジ X、ラジ Y って置いてあげれば、ね、こいつって、ね、ちょっと、下の方で、申し訳ないんですが、まあ、こういう風に書けちゃうわけですよ。ね、大きく置いたら。そしたらほら、で一応見かけ上は、ほら、原点、中心とする円じゃんみたいな、いう風に見えるんで、じゃあで、さらに、じゃあ、こいつも、ついでに書き換えてあげれば、ね、書き換えちゃって、あげれば、じゃあね、なんか別、そうだな、これだったらどうなんだ。ね、これも別の書き方してあげれば、ね、まあ、形はちょっと、違いを、ね、こいつ、をちょっとうまく利用できるんじゃないかなって考えたわけで、ね、じゃあこれを利用してじゃあちょっとやってみようかなと思います。そしたらじゃあどうしようかな、ね、じゃあちょっとこの何色にこう、ちょっとだからこいつじゃあこの方程式ちょっとちょっと丸星式というふうにちょっとしますね。なんかいきなり変なところにピョンって星つけて申し訳ないんですが、ちょっとこの、ね、x-a の地上足す y-b の地上イコール r 地上を丸星式とします。と。
で、丸星式は、まあ、y イコール a の、と、まあ、こういうふうに書けます。で、こう書け。書け。で、どうしようかな、じゃあ。で、じゃあさらにの、さらにっていうふうにしとくか。で、Y0 じゃあどうし、ちょっと横に書こう。こうするわ。で、まあちょっと、まあ何やってるのかなって。とすると。まあ、今何やってんのって、ね、ちょっと今何も喋らず黙々と書いていきましたが、ね、今俺何やったのかっつったら、まあこの円、ね、まあこの丸星式の円を、ね、ちょっと文字の置き換えを利用してガバッと平行移動したんですよ。ね、こい、ね、この点をガバッガバッガバッって平行移動して、ちょっと原点を中心とする、円にちょっと持ち出したんですよ。で、そうすれば、俺ら、前回やったあの円の式を使うことができるわけで。で、それに伴って、この円上点 P も、ちょろっと変わる平行移動しちゃうんで、じゃあその点を、ね、平行移動後の点を、じゃあちょっと X0、Y0 っていう風に、ね、置き換えてみました。ね。で、じゃあ、とすると、じゃあどういうふうに書こうかな。じゃあこれをちょっとまた、いやなんか、あれだね。これ見やすいかな。ちょっとこの米印、ちょっと米印にしました。この平行移動後の文字置き換えた後のやつをちょっと米印というふうにしました。で、まあ、そうだな。で、まぁ、ちょっと P' プライムというふうに、で、この X0、まぁ、Y0 っていう、で、じゃあ、こいつを、じゃあ点 P' というふうにします。は、まぁ、まぁ、これは、丸、まぁ、米印式上にあるので、あるので、じゃあそしたら、ね、前回やった、なんだ、原点の上に乗っかってる、点を通る接線の方程式っていうのは、まあ、こういうふうに、ね、書けたわけなんですが、じゃあこれをちょっと利用したいなっていうのを、ここで使いたいなと思います。で、どうしようかな。どういうふうに書くかな。プライム式を通る接線の方なんか糸辺が変なことになってる接線の方程式はね、じゃあどうなのかなっつったらちょっとこの XX って X0X みたいな感じでなんか同じような記号が連続してちょっと混乱しないように気をつけてください。ねえ、ちょっとここからこれとこれちょっと比較してみてください。ちょっと赤で引いちゃダメだな。黄色で引こう。黄色の方が見やすいもんね。ねえ、
で、この今回前回示したこの A に当たるやつが今回 X0 という形になって、この前回の B に当たるのはこいつになってます、 Y0 になってますね。ちょっと同じ記号になっているんで、ちょっとね、混同しやすいですが、ちょっとこの辺気をつけてください。はい。で、となるので、じゃあ最後に、どうするのかって言ったら、元に戻しましょう。はい。ね、今までちょっとね、適当って言ったらあれだけど、自分で勝手に置いたいやつなんで、となるので、じゃあ、まあ、代入して、最終的に、代入して、と、ね、この X0 にこれ入れて、X にこれ入れて、Y0 をこれ入れて、Y にこれ入れてってやったら、求める式ができましたっていう風になっちゃいます。そう。なんぼだ。D。となる、はい、QED です。バンバン。っていうふうに、はい、なりましたよ、と。ちょっとまた、ね、最後の結果の方がまた一番下っていうね、いうことになるんで、見えますかね、大丈夫？うん。と、まあ、大体こんな感じで、ね、まあ、平行移動利用して、前回示したの、ちょっと、まあ、式を、まあ、ここで利用して、じゃあ、原点以外の、ね、中心とする円の接線の方程式も、証明以上してみましたが、まあね、なんだろう、やっぱりこの問題に限らず、なんだろう、まあその特別な場合、まあ例えばこういう原点を中心とする円の接線の方程式みたいな感じで、その特別な場合を最初に、ね、まあ簡単に証明しやすい特別な場合をボロッと証明して、それを利用して、じゃあ一般的にはどうですかっていう、まあ手法っていうのは意外とその数学の証明において、まあよく使う常套手段なわけで、まあね、今後ね、こういうね、似たような問題が、ね、似たようなっていうのは似たようなその場合、その特別な場合を踏まえて、じゃあ一般的にはどうですかっていう、まあ問題が与えられた場合には、じゃあ特別な場合を証明して、じゃあそれをじゃあうまい具合に加工して、じゃあ、一般的な場合も証明できるみたいな。で、そういうプロセスもあるので、じゃあそういうやり方あるんだなっていうのを頭に入れておいてください。では次進みましょう。